登山アキネーター対決。イエーイ。皆さんアキネーター知ってますでしょうか。あなた知ってます？私？はい。知らんかった。アキネーター知らん？うん、知らんかった。アキネーターの説明しますよ。はい。アキネーターとはですね、実在または架空の人物、キャラクターを絞り込み推測しながら、特定するプログラムエンジン。ほう。これ iPhone のなんかアプリとかにもあるんですけども、はいはい、ちょっと分かりにくいですね。うん。例えばあなたがドラえもんを想像するやろ。はい。で、私はドラえもんを知らん設定で、うん、私があなたに質問します。例えば、うん、それは実在していますかとか。いいえ。で、言えてくるやろ、うん、あ、じゃあ実在してない何かが、あ、うん、それはアニメのキャラクターですか。はいはい、って、これ2回目の質問です、うん、で、それは青いですか。はいはい、で、これ3回目でしょ、うん、で、それってロボットですか。はいはい、で、これ4回目ですよね、うん、それってもしかしてドラえもんですか。正解正解。質問し合うということですね。そうです。アキネーター側が質問して答えにたどり着くように。そう、答えにたどり着いた質問の回数を競うという。少ない方がいいということですね。そう、これを山に置き換えて取ります。はい、質問の回数が少ない方が勝ち。うん。そしたら先行を起こします。はい、先行を起こ、ジャッキーポン。先行で、私が先行で、あなたが質問してきてください。わかりました。アキネーターですね、うん、じゃあ視聴者の皆さんに私の山を見せます。うん。そしたら私の書いたのはこちらです。皆さんにしかお見せしません。はいはい、行きましょう。はい、質問お願いします。はい、これ山がつきますか。山つきません。山がつかない。はい、ということは森か峰か何々山ではありません。何々峰、何々岳なんかで、ね、あったりしますけど、うんうんうん、それ山は1500m 以上ですか。 1500m 以上。うん、そうです。 1500m 以上の山でございます。高山だ。高山で森か峰。森か峰。うん。そしたら森か峰でしょ。石槌山系ですか。これむずいね。石槌山系か。あら、森か峰。石槌山系でいいと思います。私はいろんな説があると思うけど、石槌山系でしょうね。石槌山系か。 3質問目難しい、石槌山系なんだろう。石槌山系じゃないかもしれんって言われた。まあ俺のリアクション的に考えてもろた、うん、石槌山系、まあ石槌山系だと私は思います。うーん、っていうぐらいの感じですね。さあ、皆さん面白いね、あの人。はい、はい、どうぞ。日本300名山入りますか。入りません、入りません。日本300名山ではありません。300までに入るか。200もある。200も入りません。100でもありません。そしたらあの山消えた。あの山も消えた。はい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 。その山は3文字ですか、漢字で。漢字で3文字です。漢字で3文字。もうあれしか思いつかん。違うんだろうか。あれしか思いつかん。もうええよ、アタックしに来てもええよ。アタック、もう一つ増えるから。アタック、アタックで質問6個目ってことだね。うん、はい。正解だ。正解。やったすごいやん。 6で正解やね。きた。平家平で6。これ素晴らしい。これしかない。よう分かったね。これしかない。山じゃない言うたら普通だけか峰か、うん、そういう風に思うけど、でもだけか峰、石槌山系で思いつくのもうなくなったもん。 300m でなくなったから。これはすごいですね。消えた。平家平質問6つ目でクリアと。6メモしといてね、うん、まあこんな感じのゲームになってます。6登山アキネーター対決。そしたら高校、私がアキネーターやります。そしたら書いたらカメラ見せてください。はい、視聴者の皆さんに見せてあげてください。はい、私のお題はこちらです。ほうほう、なんだ。私が後ろ見てますよ。いいですか。はい、いや、どうぞ。では質問。はい、それは四国の東か西、西ですか。西ですか。違います。東ということやな。東、ほんならね、うん、標高 1500m 以上ですか。違います。 1500m 以下。よし。はい、漢字で3文字ですか。はい、漢字で3文字。
やばい、これ一つずつ詰めていこうかな。一つずつ詰めていったらでも絶対質問増えるんよな。うん、いやー感じの、いやこれ聞いたらちょっと一個もったいない気もするけど、うん、4つ目の質問します、うん、香川県ですか。はい、よっしゃ来た。 1500m 以下漢字3文字香川県、うん、はい、5つ目の質問します。はい、漢字に山ってつきますか。つきます。もうアタックしようかな。見て答えは、うん、待ってよ、飯の山ですか。正解。おお、すごい。正解。5つで当てました。正解。違うよ、6つ目の答えで当てたけん、うん、一緒じゃわ。正解。はい、こっちも6つ目で正解と、うん、今ドローですよ、アキネーター対決、うんうんうん、いいじゃない、うん、ちょっとやり方変えればもうちょい短縮できるかもしれない。うん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 、はい、ドロー当てたね。はい、かけました。視聴者様に見せます、うん、はい、はい、うんうんうん、みんな大好き、うん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 、しゃ、さあやりましょうか。はい、やっぱ初めやこれ。その山は、はい、山とつきますか。つきます。山ついた。山とつきます。山ついた。山つきっちついちゃったね。多いよ、山つく山は。山がついた。山だ。山がついた。山だ。そしたらどうしようかな。山すぎたんだ。山だ。その山は剣山系ですか。違います。剣山系ではございません。違った、うんうん、そしたらもう石槌山系じゃ。剣山系じゃありません。じゃない。ありません。そしたら次何しようかな。剣山系じゃない山。鉱山ですか。鉱山ではございません。低山になった。記憶にございません。低山になった。中井貴一。三文字以上ですか。三文字以上でございます。三文字サザエでございます。魚くわえた。三文字。三文字。南の方ですか。南の方ではございません。北じゃ。ティューン。はい、もう今5つ目の質問終わりました。北だって。ここで答えアタックチャンスしないとあなたは質問が6つ以上になります。これ無理じゃないで。北で山で3つ以上無理です。で低山よ。低山。低山グレイのテルです。低山で山で。あなたメモせな、忘れるやろ。大丈夫、記憶いいけ。あー、そうか。動物の漢字が入りますか。動物の漢字入ります。わかった。もうえ、嘘。わかった。すごない。マジで。え、動物の漢字が入るんでしょ。はい、動物の漢字入ります。ちょっとあの漢字検索するけん、ちょっと漢字だけ検索させて。あ、いいですよ。この質問という、この答えで7問目です。7質問これよ。はい、お願いします。はい、わしが父さん。正解。動物。わしが父さんです。できた。わしっていう漢字を調べた。俺もあっとんかわからんけど隠しとこ。わしが父さんでしたね。なるほどね。しまなみ海道島山。あれはいい山です。はい、いい山だ。山だ。そしたら視聴者様に見せてください。はい、こちら。なんでしょうね。これです。でしょう、ね、いいですか。はい、はい、向きます。それではカウンセリングを始めますよ、うん、その山は四国百名山ですか、うん、はい、はい、四国百名山、うん、その山から、うん、海は見えますか。海見えるんかな。山頂から見えるかな。見えるといえば見えるかもしれないけど見えんかな。これ厳しいとこやな、うん、天気が良ければ見える的な感じか。うん、多分。漢字入れに山はつきますか。つきません。山つかない。絞れましたね、うん、山がつかない。その山は東ですか、うん、東で言うたら東。東、四国東部。東。5問目これで正解いったら俺が一歩利用する、うん、四国百名山で海はあんまり見えないで、うん、漢字に山はつかないで東部、うん、答えいきます。はい、二郎牛。違う。うわ、違えた。二郎牛って百名山だったっけ。え、え、百名山かいね。二郎牛百名山じゃない。百名山だったっけ。6つ目の質問です。はい、漢数字は入りますか。
入りません。入らない、関数字入らない。ちょっと待って、難しかったな、ほんまやばい。次アタックせな、やばいね、これね。次アタックしないと。はいはい。標高 1500m 以上の山ですか。はい、そうです。そうなはず。皆さんこれからわかりますかね。四国百名山、海は見えない、山はつかない。見えんと思うんだけどな。次郎牛ではありませんでした。そして関数字はいらない、 1500m 以上。皆さんこれでちょっと何か思いつければ。あれ海見えとんかな。海が見えるか見えんかわからんぐらいの、まあ、感じなんですよ。山がつかない山で、登ったことある山しか出てこないと私は予想してますので。もちろん、うん、そうです。東部といったら、まあ、剣山系しかないですよね。 1500m 以上ですから。なんかあるみんな。答えいきます。はい。その山は、うん、東の丸ですか。違います。なんだよ、東の丸×。違う、惜しいとこ来たね。東の丸×。惜しいとこ来た。東の丸じゃない。で、関数率関係、ミウネでもない。いいとこついたね。あ、わかった。はい、来た。答え言います。はい。その山は、うん、天狗塚ですか。違う、違う。天狗塚も×です。皆さんもう10個目来ました。もう答えかけません。違う。レインボーブリッジ、嘘できません。あの人忘れとる、あの人忘れとるよ。はい、答えいきます。はい。その山は矢筈山ですか。はい、違います。矢筈山でもない。山ちゃうよ。アホじゃ俺。今の忘れて、皆さん山ちゃうよ。今の忘れて、もう山つかんっていうのに山つけてしまった。これは恥ずかしい。これはテンパっている。いや、テンパっている。まだ山つかないね。山ちゃうよ。つけない、ポンコツアキネーターだ。忘れとるよ。山つかないだけ。森じゃ、うん、森に違いない。これは山つかんけど、山、うん、本当に山つかん。漢字に厳密に言うと山は入っとるけど、山、何々山ではないな。厳密には入っとる、うん、でも山っていう読み方はしない。山っていう漢字は入っとん。入っとる。それマニアック。全然マニアックじゃないと思う。百名山の中でも、あの、上位に入ると思う。この人登ったこともあります。ある山よね。ある。寒かった。わかった、わかった、わかった。寒かった。あ、もうやめて、その寒かった言うのやめて。わかったから。はい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 、はい、書けました。答え書けました。答え言います。はい、ドゥン。あ、待って、ドゥン。漢方。正解。ほら忘れとる。漢方。漢方でした、皆さん。漢方、漢方、漢方。11もかかってしまった。漢方。これは、あ、漢方。これはだいぶあかんぽ。忘れとるってなったろ。ほんまに忘れとったわ。あの、矢筈山の下りだけはカットしたいぐらい。ちょっとね、俺もね、質問をちょっとおしゃれにしようとしてね、答えからね、ちょっともっと答えに直結する質問すりゃよかったなとも思うわ。うん。うん。もう3問目はね、私本気でいきますから。オッケー。私からの問題です。うん。うん、これです。で。オッケー。はい、いきますよ。じゃん。よし。はい、質問してくださいね。はい。本気でいこう。本気でどうぞ。その山は。はい。西ですか。西じゃございません。東来た。待って、ごめんなさい、西です。西来た。よし、その山は西です。西ですね。西です。よし、愛媛県ですか。愛媛県です。よし、愛媛県来た。やばい、どんどん詰められよる。本気モードで行くけんね、同じ質問をします。なので、はいはい、サクッと行きましょう。山がつきますか。山、うん、山つきません。山じゃない。うわ、めちゃくちゃ絞られるやんこれ。1500m 以上ですか。ありません。 1500m ありません。ない。よし、4つぐらい。やばい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 。 1500m 山がつかない愛媛県の山。そうですね、登ったことがある山ね。ありますね、うん、3文字ですか。3文字ではございません。3文字じゃなくなった。中井貴一です。記憶にございません。3文字じゃなくなったけ、今思い浮かんでる山が消えた。右ブルーンです。よしよし、案外来とるぞ。
頑張れ。 1500m じゃない、1500m じゃない、高山じゃない、頑張れ。県の山、高くない山、高くない山、3文字じゃない山ね。そうです、3文字じゃない山、結構ヒントかも。これヒントで、これがヒントですね、うん、3文字じゃないよ。でもあなたの質問すごい的確でさ、めちゃくちゃ絞れとるよ。あれ絞って絞って絞っていっとる。だから2文字か4文字か5文字かですよ。そうっすね、うん、そうそうっす。高くないから 1500m 以下です。もう愛媛県の山が出てこん。高輪山、奈良原山、あー、その山は、はい、森がつきますか。森つきます。わかった、わかった。違うかもしれない。1500ないんでしょ。1500ないっすね。1500はないんでしょ。ないっすよ。さあ答えを来るのか。答えが来るのは7問目といきます。はい、明神ヶ森。残念。違う。残念。誰だ。山ではございません。山じゃない、森がつくね。あれ森がつくんじゃなかったっけ。あれ森がつきますかって質問せんかった。あなた質問覚えてないの。忘れた。だけど書いてないよ。メモしなさいよ、メモを。わかった。わかった。森がつくんよね。これしかない、森がつく山は。じゃあ8問目でドン。まさかこれで来るとは思わんかったな。お願いします。はい、ゆずりがはごり。残念。残念。ゆずりがはごりじゃありません。あ、確かに四国百名山。その質問も来てないけど。わかった。え、これじゃ。ほんならもう。はい、9ね。今森森森森森森森来たよ。これだよ。はい、どう。高森。違います。高森でもございません。おお、すごいぞ。9も終わりましたね。お、高森にある。もしかして高森違うんだろうな。その山は4文字以上ですか。その山は4文字。質問ですね、うん、4文字以上です。4文字以上、4文字以上よ。森がつくよ。もうないよ森。1500ないよ、愛媛県。うん、森つくんだったっけ。もう一個質問しようかも。お、質問きますか。うん、5文字ですか。5文字ですか。うん、1,2,3,4,5,5 文字です。あ、もうあれしかないわ。漢字で5文字です。あれしかないなら、はい、答えきますか。5文字しかない山はこれしかない。そしたら12問目。12問目ですよ。はいはい、さだれお山。違います。そう、違います。そう、これはどつぼに余ってる。悩まされとんな、この人に。そう、違いますよ。主張さん、また見せます。これですよ。嘘じゃん。これですよね。ないよ、もうないよ。あるって。ないない。あるある。明神ヶ森も言うたもん。あるよ。ない、5文字なんて。あります。今数えましたね、皆さん。ないないない。うん、はい、ゴージャ、ゴージャ、5文字の山。ない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 。それないもん。か、これ入っとるわ。え、ないない。12問目でしょ。あ、並んだね。並んだ、並んじゃ。あ、ジョジョ4分。ないないないもん。トブだった。黄金の風だった。ないないない。並んじゃ、並んじゃ。だって5文字の山ないもん。早く答えろ、暴っきよ。ない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 よ、5文字の山。ないないない、ハン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 、ない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 、でも止まらない。ないぞ、ないない、ないわ、ない。ギブアップはダメよ。ないない。質問しなさい、質問しなさい、どんどん。ほんなら、絶対答えに導けるんだから。ないぞ。アキネーター頑張れ。5文字だろ。5文字やろ。はい、アキネーちゃん。ないぞ、5文字。アキネーちゃん、やれはよ。5文字ないもん、思いつく山ないもん。まだ質問できるでしょうか。ないもん。ないもんじゃないもん。ないの。ないもんじゃないもん。
質問できるでしょ。ないのに5文字の山が。やけん、もう質問したらええやん。5文字で今から攻めようとするかいかんのよ。もう諦め。他になんか質問することあるっけ。あるある、なんぼでもある、なんぼでもある。これのやり方でもまだな。だってなんかこれってあのこういうのを想定して質問するやん。答えを、うん、何にも想定がないのに質問してもしゃあないやん。いや、なんぼでもできるって。うん、想定がないのに何だろうかみたいな。じゃけ質問で言うたら、うん、何だろう、関数字がつきますかとか、関数東西南北つきますかとかさ、もっとピンでいくと何だろうな、うん、だけですか、漢字のだけですかとか、うん、何々だけのだけですかとか、うん、いっぱいあるでしょ、うん、何ぼでもできるやん。0から1、うん、東ですかって聞いても東の山で思いつくもないからさ。最初東か西で分けましたよね。分けたよ。愛媛県の山ない。西の愛媛県の山。うん、愛媛県の山ない。5文字ないよ。整理したら分かる。5文字ないよ。そうなんよ。だからもうこれ以上聞くことない。西愛媛県5文字。うん、これ愛媛の山を今一生懸命考えようよ。うん、それが出てこない。おー、うん、あれなんだったっけ、あの山、あの山なんだったっけな。私も出るやん、いろいろ。違う、4文字じゃ、うん、4文字じゃ、5文字じゃないよ。何でも言うてみそ。5文字じゃない。何でも言うてみそ。5文字じゃない、5文字じゃない。これ以上質問することがないよ。いや、あるんよ。あるないよ。5文字なんだろうか。5文字の山が出てこん。止めようか、いっぺん。うん、これしかない。わかりました。わかりました。じゃあ1個足しまして。1個忘れてたわ。13問目。森ってちゃんとついてる。はい、答えをどうぞ。東三方が森。正解です。東三方が森。忘れとった。この人は森森寄ったのに。そうよ、高森なんか言ってしまった。初め5文字だった。よし、13問目でしたよ。これだ。なんとかセーフということで、ラストバトル。これは難しかった。私アキネーターやります。うん、書けましたな。はい、じゃあ見せてください、視聴さんに。はい、こちらです。はい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 、私後ろ見てます。はい、できました。はい、行きます。うん、そしたら質問していきましょうか。はい、カウンセリングを始めます。その山は西でしょうか。西です。西、四国の西。うん、その山は1500m 以上ですか。違います。 1500m 以下、西の 1500m 以下と。うん、その山の漢字に山つきますか。山はじゃないです。山はつかない。 1500m 以下。はい、質問。はい、その山は 1000m 以下ですか。違います。 1000m 以上、そこの間ですか。うん、なかなかマニアックなとこですね。マニアック。その、はい、質問。はい、その山は四国百名山ですか。百名山です。四国百名山。はい、答え言います。はい、その山は、うん、大川峰ですね。違います。大川峰×と。1525m らしいよ。1525m? うん、大川峰。はい、うん、その山は愛媛県と高知県の県境ですか。県境なのか。あ、県境じゃありません。県境じゃないんですか。うん、県境じゃない。はい、質問です。はい、漢字の森つきますか。つきません。森はつかない。これはだいぶ攻めたんちゃう。うん、森はつかない。あぶしい。山はつかない。だけか、うん、峰、うん、だけか峰。うん、まさかまた高輪半島で来んだろう。さすがに高輪半島で2回も来んだろう。質問。はい、その山は赤石山系ですか。違います。赤石山系じゃない。峰か。だけだけ峰だな。いけそうやけどな、いけそうやけどな。そうなんよ、質問がいけそうな感じするよ。あ、これは絶対いけると思うわ。もう一個質問するか。うん、質問です。はい、石鎚山系ですか。石鎚山系なんだろうか。またまたそのタイプね。これ石鎚山系じゃないと思う私。ではない。うん、違うと思う。
でも悩んでたってことは木月三家じゃないと。わかりました、わかりました、わかりました。11問目答え言います、うん、答え言います、うん、その山は、うん、真田峰ですか。正解、やったー。真田峰見せて、入った、真田峰です。はい、やりました、できた。はい、結果発表ですね、うん、はい、集計結果出します。ドゥンドゥン、サボ。はい、あなたが 6+7+13 で26、うん、私が 6+12+11 で、うん、え29。あれ、あなたの勝ち。そうです、わーい。あなたの勝ちはね、そうです、どう、おめでとう、イエーイ、おめでとう、登山キネーター、おめでとう、やったー。変なおじさんです。賞金はありません、ない、うん、寒い中わざわざ、うん、ご苦労様でした。はい、はい、お帰りくださいませ。はい、お疲れ様でした。はい、日当もらおう、しゃぶしゃぶ。